若元春、寄り切り、琴桜痛い、痛すぎる2敗目だ。大関琴桜が若元春に得意の左4つを許して寄り切られ、5日目の黒星に続く2敗目。この日も全勝を守った大の里との差が2つとなって、自力での逆転の目が消滅。目標としていた初優勝は遠く霞む状況となった。この日のの日相手の若元春とは琴桜が右 若本春が左の喧嘩4つ。この1年の対戦成績では4勝1敗と分はいいが、もろ差しあるいは最低でも右四つに組めなかった時には危険がある相手ではあった。立ち合い、琴桜は右から左と小さく踏み込んでいつものようにもろ差し狙い。若本春は右は、相手の首を狙ってついていったのがすっぽ抜けた、と誤算があったようだが、 一番大事な自分の左と琴桜の右の差し手争いでは差し勝った。その後、両者上手を取り合い、土俵中央で左四つがっぷり。胸を合わせてのがっぷり四つのままなら、体は琴桜の方が大きいので、まだ戦えたと思うが、やはり左四つとなると、そこからの動きには若元春の方にさえがある。攻めながら左腕を張って琴桜の上手を切り、 優位な体勢に持ち込むとそのまま両回しを引きつけて前進。最後は上手を離して体を預けながら寄り切った。相撲編集部が選ぶ秋場所7日目の一番、貴景勝が正代の意地の前に2敗目。V 争いは再び平幕勢が先頭に、しっかり落ち着いて、相手の回しを切ってから攻めていきました、と若本春。これで5勝2敗と三役復帰へ視界よし。 まだ大の里、霧島と対戦を残すので、今後に向けて優勝争いの鍵を握る一人ではある。さて、初優勝が遠く霞むことになったこと桜。左四つは警戒していたのか、の問いには、まあ頭にはありました、と答えたが、あの形にはなりたくなかった。には、関係ないです、と、なんとなくコメントも移ろ。切り替えます、とはしたが、 ノ富士の球場で出場力士の中では番付最上位者として臨んだ大チャンスの場所で前半戦にして初優勝が遠くに霞む状況になってしまった心境はいかばかりか5日目そしてこの日と、命綱の上手が切られてしまったのとともにつないそして優勝への期待も途切れていく格好となってしまった一方初日から全勝街道を爆心する大の里は このところ2場所連続敗れていた難敵平戸海にも圧勝平戸海の左前密を警戒するなら立ち合いもろ手突きという選択肢もあったが迷いを見せずにいつも通り右から当たっていったことで考えすぎてもろ手突き対策に出た平戸海の相手の手を払いに行くような立ち合いが不発大の里は平戸海に左上手を与えたが全密でなかったことと タイミングが遅かったことで、全く力を出させない解勝となった。平戸海という山を越えた大の里は、大関昇進の目安とされる12勝へ向け、計算上は残り8日間を5勝3敗でいいことになった。残りの対戦相手予想は三役が2大関、2関分けの4人、平幕が若元春を含む4人。5勝3敗は十分実現可能な数字で、いよいよ大関。 もちろん優勝も現実的に視界の中に入ってきたと言えようか。